るでしょ。結構大きいなこれ。皆さんこんにちは。私は日本航空の地域事業本部、本部長、熊本出身の本田でございます。今日はですね、熊本県の南に位置してちょうど鹿児島と宮崎の県境になりますけど、人吉市に、来ています。今日はですね、私がチャレンジして地元の産地料理をですね、皆さんにご紹介したいと思います。セツさん、はーい、よセツさん、はい、はーい、よです、よいしょ、はい、はい、おはようございます。今日はこの地産地消のこの岩瀬でですね、地元の料理を作るっていう風な企画なんですけど、私基本料理あんまりやったことないんですよ。大丈夫です。大丈夫ですかね。もうハートがあったらね、美味しくできるのが今日ハートはあります。はい、ハートありますんで、だったらもう大丈夫、はい、そうなんですよ、はい、お姉さんと呼ばせていただいております、はい、私の自慢の弟だと言わせていただいて、今日はですねダブルホンダでお送りします。セツさん、これ今取れたやつなんですけど、これどうやって食べると美味しいですかね。じゃあまずね、この泥を取りますよ、はい、取れたての人参をどのようにして食べたが一番美味しいか、はいはい、ここでしかできない食べ方なんです。ガチッと食べてください。はい、いきます。ちょっと泥ついてますけどいただきます。大丈夫です。ちょっと大きなの食べ過ぎちょっともうちょっと細くしてやろうか。すごくね、フルーティーです、うん、そうでしょう。柿みたいです。あ、柿ね、はい、なるほど、じわっと甘みが、うん、もう人参嫌いな子供たちでもね、うんうん、フルーティーみたいな感じで食べれるんですよ。取れたてだからできる一番の美味しさ、うんうん、はい、大根さんです、はい、大物を取りますよ、はい、どの大根がいいか、どれでも、はい、結構上に出てきてるんですね、大根ね。そうそう、どれが美味しそうですか。いや、どれも美味しい。これでかいですね。でかい。じゃあこれいきますね。はいよ、はい、よいしょ、決めた。あ、すごい。あ、これもすごいですね。身がしっかりしてるというか、うん、ね、もうみずみずしいですよね。もっと長いかと思ったら結構短いですね。そうなんですよ。でも結構、そう、でも結構なんかがっちりしてる。あ、これも短いですよね、はい、はい、まあ私の足ぐらいですそういうコメントしにくいね。なんで、いや、そうですね、はい、いや、そうです、はい、あ、これいきますか。かじらなくてですか。かじらなくていいですか。いい、はい、じゃあいただきます。うん、すっごいみずみずしいです。しかも辛くなくて甘い、じょわーっとこの甘さが来る、これ梨ですね。いや、本当に甘いですね。みずみずしさね。はい、地域に来て採れたてを食べるっていうね、これが一番極上の。確かにそうですね、はい、こんな食べ方したことないですもん、うん、おいしい、うん。素晴らしい、この外のアウトサイドのところで料理をすることになりましたけど、非常に天気もいいですよね、今日はね。いいですね、うん、もう本当に快晴、気持ちいいですね、うん、これが球磨川ですよね。はい、はい、令和2年7月ね、豪雨災害、大変な思いしましたね、うんうんうん、本当に全国の皆さんから温かい支援をいただいて、やっと今元気になりつつあります、うん、この球磨川をバックにですね、今日は料理をするわけなんですけども、さっき取った食材も含めてどんなものを作る感じなんでしょうか。はい、この地域を代表する郷土料理、はい、スボンシュルを作ります、はい、国宝葵阿蘇神社の大祭の時には必ず皆さんたちが作って晴れのお祝いの代表的な、はい、汁物ですね、はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんな食材並んでますけど、どっからどうやればいいですかね。はい、まずはですね、はい、この食材は9種類あります、はい、ちょっと後から詳しく話しますが、はいはい、汁物っていうのは出汁が一番基本ですから、はい、椎茸の戻し汁をまずはお鍋に入れてください。はい、わかりました。はい、入れました。
じゃあで火をつけてください、はいはい。切る間に出汁を取りたいので、はい、まずは地鶏を、地鶏を入れる、はい、晴れの日だからお客様をお迎えするっていうので10人分で分量をですね準備してます、はい。じゃあまずですね入れたいのがごぼうです。ごぼう、はいはい、サイコロ状に切りましょうかね、はい、サイコロ状にどうぞ、はい。これ半分に切って、そうですね、はい、先人たちっていうのは無駄がなくって、はいはい、全てを生かし尽くすというサイコロ状に切ることによって角があったり丸だったり全部生かされます。なんか難しいですねこの半分ですね、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、いいです。意外と難しい、はい、いいです。大丈夫ですか。いやいやいや、もう中に入ってしまったらね、はい、分からない。なるほど、これで1センチ。そうです、そうです、さすが、はい。初めてにしてはうまいじゃないですか。そうですか。っていうかこれ切れてんのかな。繋がってます繋がってます。いやいや、もう繋がっているのもですね、はい、愛嬌なんですよ。そうです、もう全然全然。そう、だいぶ熱いですけど、うん、いいです、いいです。すいません。いやいやいや、これも愛嬌です。愛嬌ですか。皮はそのまま入れちゃって大丈夫ですか。これ皮、そうなんですよ、はいはい、葉ごと皮ごと根っこごとって言って一物全体食べるっていうのがもともとが和食の原点ですから。はい、じゃあそろそろいいですかね、はい、もうだいぶ、はい、あ、はい、いい感じですね、はいはい、仕上げに入ります。はい、はい、じゃあこれで入れます。お揚げを、はい、はい、入れます。よし、お揚げを入れて、かまぼこですね、はい、はい、もういいですよ、はい、ちくわ入れます。はい、はい、日本の和食がユネスコの世界文化遺産になったのは、うんうんうん、このお出汁なんですよ。それからお醤油とか発酵調味料とのコラボが日本の、うん、世界に誇るお料理だっていうことをですね、はい、じゃあちょっと味見をしてみてください、はい、素材の味の出汁ということで飲んでみたいと思います。うん、椎茸とすごく鶏をここがベースになっていて、そこにこう野菜の甘さとかそういったものがこう混ざってて、これだけでも美味しいかもしれないです。そうなんです、うん、まずこのお出汁に感動しますね。あ、この旨味は何だっていうですね。なるほど。私たち日本人が大事にしてきた和食かなっていう、はいはいはい、出汁の文化の最たるものがこのつぼん汁で表現したいと思います。和食がどんなに健康的にも、はい、こう文化的にもクオリティが高いかっていうことをですね、農泊のお母さんたちがおもてなしやってますけれども、本当にそのすべてをですねお料理の中に入れ込んでいるおもてなし、これが私は日本の、うん、品質が上がっていく一番原点かなと思っていてですね、うん、命のやはりフードロスをなくしていくっていうですね、うんうんうん、それが日本人の先人たちがつないできた郷土料理だなって私思っていてですね、うんうん、SDGs そのものなんですね。そのものです。郷土料理がもうそのものが全て入り込んでいるのが郷土料理だ、はいはい、なるほど。じゃあ最後の締めは、はい、調味料、調味料ですね、はいはい、これで美味しそうなつぼん汁出来上がり、はい、出来上がりました。ありがとうございました。素晴らしい出来上がりましたんで、セスさん、私が作らせていただいた、作ったっても切っただけですけど食べていただけますでしょうか。もう嬉しい、もう、はい、今日はですね、あの私の弟が作ったつぼん汁が食べれるなんて最高です。なんか若干わざとらしい感じです大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はいはい、じゃあ食べましょう。はい、はい、それでは、料理もできまして、ここには豪華な他の料理もいくつか並んでますけども、ちょっとお話ししていただいてよろしいですか。
はい、先ほどですね作っていただいたつぼん汁っていうのは、はいはい、おくんち祭りとか秋祭り、うん、晴れの日に食べる代表的なもので、うんはい、で必ずその時にお赤飯をお母さんたちは必ず用意して、うん、紅白のとても縁起のいいナマスですね、うん、熊本といったらからしれんこんというように、うんねはいうん、細川家のお殿様が食べていた供養の門に合わせて、うんうんこのからしれんこんですね、はい、やっぱりこう穴が開いてるっていうのは先の見通しがいいっていうことで、うん、こう新しい年を迎える時には必ずからしれんこん食べるのが熊本の郷土料理なんですよ。そういう言い伝えがあったんですね。そうなんです。こちらこれは何ですかね。柚子胡椒ですね。柚子が青くなるとじゃあみんな柚子胡椒を作ろうっていうのがですね、うん、この地域ならではの手作りのものですね、うん、早速食べたいと思いますけどぜひこのつぼん汁からはいじゃあ早速味見でいただきます。はいいたします。はい私もじゃあおー、はい、なんともこの香りがもう早速にですね、はい、すごいですねこの香りがいいですね、はい、広がります。じゃあまずはおつゆからいきます。はいおいしい。あもうこれ最高。そうですか。ありがとうございます。この出汁の旨味最高ですよ。ありがとうございます。今日はもう本当に嬉しいです。はい、飲んでますけど。あ、なんかさっきよりも美味しくなってる感じがしますね。あ、はい、旨味がね出たみたいね。そうなんですね、はいはいはい。ただ単に美味しいっていうだけではなくて、野菜の出汁を取って、でそこに日本の発酵文化が加わってこんな味になってんだっていう風な。うんうんうん話を聞いたので味がこう心に染みるって言いますね。ふるさとをねもう一回こう思い出すっていうのが郷土料理だろうなと思ってますね。いや本当なんかこう落ち着きますね。美味しい。あ、つながってますね。あ、これねつながりっていうねこの絆をわざとこれ演出したんでしょ。そうなんですよ、そうなんですよ。もうここがすごいね。ところどころにこれが芸術ね。じゃあちょっと柚子胡椒入れてみますね。ですね、はいはい、香り付けぐらいでいいと思います、はいはい、やっぱり柚子胡椒入れるとちょっとやっぱまた味が変わりますね。そうですね、はいはい、万能調味料って言われるぐらい、うんうん、ちょっとピリッとした感じとフルーティーな感じと本当に違いますね。全然違いますね。大根ナマスも、はい、ナマスも、はい、うん、ナマスも本当に美味しいですね。これは私が取った大根ですが、はい、うん、みずみずしいでしょ。はい、もち米のお赤飯を食べると、はい、普通のお米よりも消化が悪いから、うん、この大根っていうのはとても消化を助けるっていうので、こうバランスを取って、そうですね、なるほどですね。はいうん、実家に帰ってきたなっていうでしょ。そういうふうな、うんはい、それが私たちが一番大事にしているね、うんうん、第二のふるさとを ね、この地方にね、はい、作って、うん、それが受け入れてくれるのがこう地元の農泊だっていうふうにね、うんうんうん、私たちは捉えてますね。そうですね、うんはい、次にこのからしれんこんですよね。じゃあちょっといただきます。ちょっと今日は歯ごたえちょっとよくしてます、はい、うんなんですか。そんなにからしが強くなくてこれだとお子さんでも食べやすいっていうかちょっと甘みもありますよね。美味しいっていうのも大事だけれども体に優しいっていうのがですね、うん、郷土料理には必要かなと思ってますね。そういう工夫がされてるわけですね。わさらに深いですね。深いですね、うん、去年の4月に日本航空の機内誌にこう登場されたじゃないですか。絆を紡ぐ日本の農泊作りということでね、はい、今人吉ではどんな形での農泊をですねこうやられているのかっていうのをちょっとお話ししていただいてよろしいでしょうか。はい、非常にですね豪雨災害でこの地域はもう大きな被害を受けたんですけれどもその中にあって豊石熊という10市町村に極上の農村民泊ってあるんですね、うん、本当に地域の地産地消をやったり人との交流を楽しむこれまでの日本の良き伝統を守るというそういうことを大切にしている農村民泊が点在していてですね、うんうんで災害の時にもその皆さんたちの大きな支援と旅館ホテルが宿泊できない時に受け入れをしてくださったというですね、うんうん、そして全国の皆さんとの絆を紡いでくださったっていう一つの拠点が農泊だったんですね、うんうん
農泊っていう風なところで行くと、うん、まあ、農業体験があってっていうことを必ずセットでやるみたいな、うんうん、そんなこうイメージがあるんですけども、はい、ちょっとこちら の, あの建物ですとか竜金閣の方ですとか、はい、ちょっと違いますよね。やはりこれからはもっと広く地域を捉えて地方が持つ地域資源そのコンテンツを最大限に生かす、うん、いろんな多様性ということを大事にしながらですね、うんうん、私たちはこういう拠点づくりによって多くの皆さんたちを受け入れ、はい、何よりも交流そして何よりもこの地域にある地産地消の食をおもてなしとしてですね、うん、お迎えしているのがこの人吉熊の農村民泊のことを農泊って言います。なるほどですね。私ども日本航空でもですね、うん、その農泊を広げていきたい世界の人たちが、うん、日本の地域に行く理由作りですよね、うんうん、それをしたくてこうやってるんですけども観光地じゃないところも含めていろんな地域に行ってもらいたい。だからこそこのファームステイっていう農泊をですねこう広げていきたいという思いで評価制度っていうですね、はい、のこの人吉で人吉評価制度を研修させていただきましたけども農泊のクオリティを上げるっていうですね、うんうん、まあ、そういうお手伝いをさせていただいてますけども、はい、あのあたりはどうですかね。もう本当にモチベーションが下がっている皆さんたちにとってコロナがあったり水害があったりして災害あって、はいはい、もうやめようかなって思っている、農泊の皆さんたちがそうだってやはり私たちがこれまでやってきたことはとっても大事なことなんだっていうことに改めて気づかせていただいて、うんうん、愛あるアドバイスっていうか、うんうん、どういうふうにしたらもっといいかっていうですね、うん、アドバイスをしていただいたことがもうとてもですね、うん、大きな励みになって、うん、もう本当に今もうやる気満々です。なるほど。日本全体の農泊が、うん、もっともっとこう地域の素晴らしさをですね、うん、発信できる、はい、世界中に、はい、そういう時代がもう来てるなって思ってます、うん、まあ、私どもがそういったお手伝いがですねできて今日今回僕は大根と人参を一緒に取らせていただいて、うん、はい、なかなかできない体験ですし体験して初めて分かりますし、うん、一緒に料理を作ってやっぱ感じることってあるんですよね、はい、まあ、そうするともうそこだけでももう人吉は僕の第二のふるさとになりましたよね、うん、はいはい、その言葉が私たちに元気をくれるんですね、うんうん、今日は本当に朝からありがとうございました。いろんなことを学ばせていただきました。ありがとうございました。こちらこそ本当にもうありがとうございました。また元気が出ました、はい、ダブルホンダで今日はダブルホンダでお送りしました、私たちが地域の魅力を発信する JAL ふるさとプロジェクト YouTube チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回は熊本出身の私が人吉の魅力をですね皆さんにお伝えさせていただきました。私はこの人吉に来ていろんなことを学ぶことができました。一つは地産地消っていうことですね。お料理が美味しい美味しくないっていうことだけじゃなくってその料理がどういうふうなストーリーがあるのかということを理解することでより美味しくなるより魅力を感じるということが一つあったと思います。それから二つ目が新しい農泊を目指してですね地域のお母様方が一緒になって地域を盛り上げていこうとするそういったこともすごく感じることができました。そして3つ目はこの球磨川ですね非常にこう大きな被害がありました。でさらにはコロナで苦労されたというふうなことがあった中でもみんなで手を取り合いながらですねコミュニティが支え合いながらこの地域を盛り上げていこうというですねこういったこう3つのものを私は学ばせていただきました。やはりここに来ないとなかなか感じられることができません。日本にはたくさんの魅力を持ったところが多くあります。ぜひですね皆さんも日本各地に旅行に出かけていただきたいというふうに思います、本日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。